トリクリニウムは古代ローマの建物内の正式なダイニングルーム。ギリシア語のタウローヨタカッパラムダニューイオタニューに由来しタウローヨタカッパラムダニューイータを組み合わせた語。低いテーブルの3方を3つの長い椅子で囲んでいることを特徴とし、長い椅子の上面からテーブルまでは約10度の傾斜である。長い椅子に半ば横たわって食事した。 テーブルの四つ目の面には長い巣は置かれず、おそらく給仕用に開けていたものと思われる。トリクリニウムは特に古代ローマの裕福な家で一般的だった。正確に再現されたトリクリニウムはアレッソの考古学博物館やポンペイのハウス・オブ・カーロにある。トリクリニウムを再現した展示別の展示古代ローマ人の生活において食事は儀式であり。 午後遅くから深夜まで続けられた。9名から20名の客が招かれ、主人との相対的な、親しさやその客の地位を考慮して、座席の順序を決定する。トリクリニウムは静かで特別な部屋であり、極めて精巧な装飾を施され、中央に絵がある。ディオニューソス、ウェノス、食物の生物画などが題材として人気があった。中流及び、 上流階級のローマ人の住居には少なくとも2つのトリクリニウムがあり、4つ以上あることは滅多にない。大きい方のトリクリニウムは大人数のパーティで使われた。小さい方のトリクリニウムは少数の特別な客をもてなす場合に使われた。そのため、室内の装飾は小さい方であっても大きい方のトリクリニウムと同じ程度に成功だった。大きなトリクリニウムと同様、 ワインと食物とアインがテーマとして人気があった。ただし、講演者と信仰を深め、食事中の娯楽として、女児史のような格調高い文学の朗読を行うため、トリクリニウムの内装をより真面目なテーマにすることもあり、例えば、アエネイスから題材を取ることもあった。ポンペイの多くの住居では、小さいトリクリニウムは隣接する寝室及び浴室と、スイートを構成していた。ありがとうございます。